皆さんこんにちは。本日も動画を見てくださりありがとうございます。2023年6月、フレブルのラゴラが海デビューをしました。初めはどうなることかと思ったけれど、きちんと泳げるようになりましたのでご覧ください。アシュラゴ。このビーチの横には小川が流れているんですね。浅瀬でお水にならそうと頑張りますが、かたくなに入りません。そして無理やり引っ張り込むと足首が楽しいよと言わんばかりに走ってきます。その後もそろりそろりと慎重にしていましたが、10分ほど経つと自発的に泳ぐようになりました。できることを褒めて伸ばす作戦が大成功を収めました。この日は車中泊をして翌日に備えます。海へ入る前に川遊びでウォーミングアップです。アシュクには負けちゃうけど、常になかなかの運動量なので、きっと泳げる、大丈夫と思う反面、お散歩から帰ってきた時に足をお水で洗うのも嫌がっていたので、そもそもお水が苦手なんじゃないかなと少しの不安はあったんですが、楽しそうに遊んでくれて私たちも一安心でした。かなりお水に慣れてきた様子だったので、この後海に連れて行きたいと思います。今回私たちが遊びに行ったのは宮崎県延岡市にある下阿蘇ビーチです。環境省が定める海水浴場100選で特選イコール九州ナンバーワンに選定されたビーチで、九州で唯一特選の部に選ばれた海水浴場だそうです。すごく綺麗なんですけれども、入らないんですこの子たち波が来ると逃げちゃうんですね。可愛くて面白いんですけど、ちょっとかわいそうなので川遊びに戻ります。正直心の中では思ってましたよ。なんでわざわざ綺麗なビーチに来てるのに川でしか遊ばないのとしかも Google マップで2時間半って出てたんですけど、結局到着に5、6時間かかったんですよねなのに川遊びだけしかしないのと、海には入らないのってずっと思ってたんですけど、でもアシュクの時もそうでした。彼らが慣れるまで私たちは見守ってあげるのも大事な大事な親の役目なんですよね。そうやって見ていると自分から距離をね、波に近づけに行くようになったんですよ。自ら行って逃げるっていう少し疲れたので休憩を車の中でして、その後また海に戻ります。チャンネル登録お願いします。はい、休憩明けは岩場に連れてきました私たちも初めて行った海だし、楽しみたいっていう気持ちもあったんですけど、まあ砂がダメなら岩行ってみようかという感じで岩場に来ました。足場が結構悪かったんですが、アシュクはこのようにちょこちょこちょこっと走っていますね。ラゴはやっぱり慎重派でした初めて嗅ぐ匂いに初めての大きな海を見たラゴはもうずっと匂い嗅いでるんですよ、石のでパッと振り向くと、なんとアシュクもずっと匂い嗅いでました可愛いですよね。こうやっていろんなことを経験させてあげられるってすごく幸せなことだと思っています。本当にここのビーチ綺麗だったんですよ。お水の透明度も高くて、何よりも砂浜がすごく綺麗で、もう久しぶりに美しいビーチ見たなって感動しました。近くにはキャビンやキャンプ場も併設されているので宿泊もできます。アシュクがもう慣れたのか海に自分で入っていくようになりました。そうするとお、ラゴちゃんもお兄ちゃんの真似をして海に入っています。少しまだ怖そうだけど、あ、もう平気ですね。一回入っちゃうと結構大丈夫なんで、わあ、泳いでる、イエーイと喜んでいたのもつかの間、ちょっと疲れちゃったラゴは寝てますこれ静止画じゃないんですよ。
あのラボが微動だにしないっていう全く動かないラボを横目にアシュクは自分で泳ぎ始めました本当に体力が全然違うんですよ。アシュクがこのように遊ぶ姿を見るのが大好きな私たちはずっと見守っているんですが、ラゴも見守っています全然動かないんですよ本当に体力が回復したラゴとアシュク2人とも最後にまた海に連れて行きました。そうすると自分からやっぱりもうちゃんと入っていって遊ぶことができるように成長しました。動画を編集していてやっぱりすごくいいところだったのでまた行きたいなと思っています。思った以上に時間はかかっちゃうけれども行く価値は本当にあったなって思います。もし皆さんも機会があったら行かれてみてください。本日も動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。日焼け止めは必ず持っていった方がいいですよ。